エンタメ世のため、縁のため、キッシーエンタメワールド。京都の語り部、YouTuber、キッシーでございます。お昼のお料理、先ほどまで、菊野井さんでいただいておりまして、この後は米團十さんの落語でございます。遊び豊富でではないか、このキッシーということでございますが、楽しんでまいります。米團十さんの芝居ネタ七段目がかかります。楽しみです。久々の南種の落語でございますので、今日は売り切れ満席でございます。ただいま中入りの時間で、次米團十さんが七段目をなさるのを今か今かと待っておる、そういう状態でございます。2008年に、米團十さんを襲名なさった襲名披露の公演も南座でございました。その折にも私も参っております。あの頃まだ若かった米團十さんでございますが、2008年の襲名披露の上にはここの劇場での襲名披露がございました。その折にもお邪魔させてもらってただ芝居してもらいました。久しぶりの南座での落語でございます。この後芝居ネタ七段目ですね。はい、皆さん、こんばんは。久しぶりの南座の落語会、楽しんで、来ました。特にやっぱり印象に残りましたのは、吉弥さんがされた、東大の桂文枝さん、前の三枝さんですけど、三枝さんがですね、お作りになった、桂吉弥さんがやる内緒話というのですね。これはもう、現代風のですね、今の時代にあった、大変わかりやすいお話でございました。で、私が期待しておりましたのは、米團十さんの、された、七段目ですね。七段目。この七段目ですけど、これは、奏本中心裏の七段目から来ています。一緒にいた人も七段目ってなんですねんってなことを言っててですね。ちょっと説明させてもらいましたけどね。あ、そうですかというふうなことでございました。まあ、歌舞伎が好きな人はですね、奏本中心は七段目、祇園一騎除夜の場というのはすぐに出てまいるんでございますけど、で、さらにそこでどんな話だったかと。これは大体1時間50分、あるいはもうちょっと長くかかるものでございまして、大星岩之助がですね、この、茶屋で遊んでいると。茶屋場から始まりまして、おかずと平右衛門の掛け合いのところですね。そして、この、小野九太夫の、をですね、鴨川まで持っていって何しろいというふうな場で、
最後締めくくるわけですけど、まあこれがまあ南座のですね一番近いところで、あの祇園一時期茶屋ということでありますから、まあ京都では一番盛り上がる歌舞伎のネタの一つなんですよね。まあでその中で、今回どんな風なオチだったかと言いますと、普通歌舞伎の七段目の場ですね、このおかずと、その兄弟の平門というこの二人がですね、このじゃあ付き合っていると、残らず読んだその後で、かわいい互いに見交わす顔と顔、じゃらじゃらじゃらとじゃらつきあって、みゆきの相談、おかず死んだねーとかこうか、真似して、こうおかずに切りかかります。そうするとこのおかずがですね階段から落ちて、で、何段目から落ちたんだと言って七段目というから落ちたという、そういうことで落ちがつくわけでございますけども、今回のですね、落ちのつき方はまた変わっておりまして、この歌舞伎のネタだから多分七段目から落ちたんだろうねとか言って言いますと、てっぺんから落ちましたと、こういう落ちのつけ方で、これも現代風に工夫されているのだなというふうに思いました。で、全体的に枕をですね大変長く持ってこられて、笑わしていただくというところはありますけど、やはり落語本来の、まあ、話で聞かせるというのが難しいのかなという気分でおります。あの落語家さんですが、話をですね長く聞いてくれないんだと、そういうこのぼやきを聞いたことがあります。どこまで楽しんで、そしてどこまで芸にこの溶け込んでいって差し上げるかというのが聞く側の、この役割分担の課題かなと思って帰ってまいりました。本日のところはこれいぎりでございます。